スーパーマリオメーカーやっていきたいと思います。100人マリオチャレンジ、今回は難しいステージ 1,2,3,4 くらいは解説気味にやってみたいかなと思います。前回くらいのパートで同じようなことをやったんだけど、難しいだったら割と喋れるんじゃないかなっていう気がするんで、多少はね、なんか言えるようなところがあればちょっとやってみたいと思います。前々回の動画を見てもらえれば、なんでそういうのが始まったのかっていうのは分かってもらえると思うんだけれどね。おげす、おほほ、めぐみん。めぐみんじゃん。ごめんよ、めぐみん。いきなり。ベッティー。お前倒す。できれば倒していきたいんだけど、そうですね、ジュゲムが使える、ジュゲムの雲が使えるのであればバリバリ使う。これポイントですね。ポイントです。で、死なないように注意ですね。ジュゲムがいるコースはこんな感じで結構不規則なヒットがあるんで要注意ですね。うわ、危ねえ、ギリギリ取れた。確保できる雲は確保する、これポイントですね。できればジュゲムは早い段階で処理しとくとかなり楽。ジュゲムはね、不良の事故が発生しやすいんでね。うん。で、逆に味方につけられればこんな感じで。網ぐるみヨッシーだ。のヨッシーだ。ウールワールドだ。ジュゲムは味方にせよ。ジュゲムの雲は味方にせよ。これポイントですね。本来だと、この制作者さんはきっと別のルート行かせようと思ってたと思うんだけど、雲のおかげで割と簡単にクリアができると。 Try this。 うおーフィー、なんつってんだろうねあれね。うおーフィーには聞こえるけどよくわかんない。これでも結構難しいぞ。はい、上か下か、じゃあ上。帰れるね。 HI クッキングヒーター HI クッキングヒーターってあるよね。違うな、ヒーターじゃないか。 HI クッキング、あれなんだったっけな。とりあえず3アップできるんだったらもらっとこうか。コインは81くらいでいいんじゃない。上に上がるの、まあそういうことだよね。おーおー、お主久しぶりに見たな、プロペラマリオなんて。うわっ、なんかダブねえ。待って待って待って、ダメだな。でもちょっと届かないな。あ、届いた届いた。1個持って右に進む。お、すげえな、これ。OK。で、これ入るんですね。で、そこに繋がると、スピンジャンプでピョンスして、うわーしゃー、ルート割ってるっぽいね。メット取ってくるべきだったんじゃないかな、中間。お、出てる。まさか。優しさのー。でてゆー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 、なんかあんのか。なんもないですね。じゃあとりあえず雑食行為をしておいてドアに入ります。いや、この辺はもうまあ入るか。ということは下に降りていいと。本当か。おー、よかったよかった。おっ、はぁ、届かなかった。マリオタイム。ステージ3。ステージ2特に何か言うことあったかな。あれか。プロペラマリオはくるくるできるよってところか。No secrets。あれか、孔明なしか。本当にノーシークレット？バウザーリアルスローンルーム。茨？スローンって。バイ、ゼッ、
ゼベックス人の名前だよね、バイは。多分そういうことだよね。これまずいよね。バブルもいいんだぜ。どうしろと、あいつ浮くのか。うわ、クッパふわふわのパターンか。どうしようもなくない？これ当たっちゃいけない。プクプク。あいつキノコくれたりするかな。しないよな。どうしろと。割と、ではもうバブルに当たっちゃったらしょうがないだね、これはね。見て、うわ、今だったな。もうこれは運ゲーだと思う。狙って攻めるのはちょっときついと思う。クッパふわふわのタイミングが固定だったらな。まだ着地したら割と早いタイミングで来るのか。確認すらできねえ。バブルとファイヤーバーのタイミングを見計らって、ここら辺で突っ込んどいて、いけ！よし、オッケー！おー、何機やられた。うわー、5機もやられたか。うわ、コースタイトルがもう嫌な感じだな。バグ系と予想。バグ系見つけたから上げてみた的な。Fly for your life。 下に一回降りてから行くの？どういうこと？うん、そっか、マントを下で確保しようと。飛べるようになってるということでございますね。とりあえず入るべきはこれなんだろうな。うわ、バネ。バネか。お、なんかあったね。なんかあるね。とりあえずここに P を置いといて。うん、上も行けるよってことか。まあ、とりあえず、じゃあ上？多分飛ぶんだよね、最後は。いや、もう途中からそうだった。さ、了解。ここら辺は信じてよさそう。うん。飛ぶのか。できれば倒したいけど、ちょっときつかったな。ぐねぐね、ぐねぐね。下に土管、下にもルートがある。どっちだ。あんまり信じない方が良さそうな気はする。とりあえずここ OK 入るのかな。こう、矢印は信じて良さそうですね、この人のコースは。ゴールがあるのかな。あったー！オッケー！ヒュー！スリーアップできたし、だいぶ取られた気も、それなりに修復できたかな？